10月5日午前の取引が終了しました。日経平均株価は大幅反発です。今日の全引けは先週末と比べて310円62銭高の23,340円52銭となりました。トピックス東証株価指数も 29.99 ポイント高、 JPX 日経400も 269.61 ポイント高と、資産指数揃って 1% を大きく上回る上昇率となっています。東証一部値上がり銘柄数は全体の約 89%、 1927銘柄、これに対して値下がりが約 9% の205銘柄となりました。全体の9割近くが値上がりしたという全面高の状況です。トピックス規模別株価指数もいずれも上昇、大型中型小型、あるいは新興市場マザーズ指数やジャスダック平均なども揃って上げておりまして、規模的には目立った方よりは見られておりません。全体的に上昇しているという今日の前場の動きです。機内は月曜日としては通常ペース、若干多めと言っていいでしょうかね。最近としては通常ペースかもしれません。全日経なんかの売買高5億2400万株余り、売買代金が9935億円、節目の1兆円には届きませんでしたが、それでも9900億ということでありまして、月曜日週初の前場としてはまずまずのボリュームと言っていいかもしれません。今日は朝方から買い注文全体的に広がりました。先週末が結局日経平均株価前場段階では上昇したものの、その後5場に入ってトランプアメリカ大統領の新型コロナ感染確認という報道を受けて下落して終わりました。日経平均株価結局先週末150円以上下げて終わったという反動もありまして、幅広い銘柄に買い注文が先行。アメリカにおきましてはトランプ大統領が5日にも退院すると伝わったことなどが買い安心感につながった面もありそうです。さらにはアメリカにおける追加経済対策への議論が進みつつあるといった見方も景気敏感株などへの買いを誘った形です。このところ全体的にやや出遅れ気味でありました国内の景気回復への期待感も広がりまして、出遅れ感のあった割安株、いわゆるバリュー株などが買われたという動きが目立っております。そういった中で国内におきましても10月に入って東京発着も含めた GoTo トラベルが始まったと、東京も含まれた GoTo トラベルが始まったということを受けまして、関連銘柄などが買われる動きも見られました。例えば代表格としまして JR 東海9022などが商いを伴って上昇、全引け段階では 5% を超す上昇となりました。他にも JR 3社などが上昇したといった動きが見られております。逆に下げた銘柄といたしましては、逆行安の銘柄、レディースアパレル大手の TSI ホールディングス3608が売り注文に押されて大きく売られ、上場来安値を更新しています。先週末の2日引け後に今2月期の第2四半期連結決算を発表しておりまして、これが不振だったと合わせて発表しました。今2月期通期予想においても営業損益は178億円の赤字になるという見通しを発表しておりまして、これが嫌気売りを誘った形です。以上、今日全日経の模様を東証アローズからお伝えしました。